マノッチです。ペナント広島編やっていきましょう。日本シリーズ第6戦、2勝3敗負けたら終わりですね。勝ちたいね。なんだろうな、こうレギュラーシーズンもそうだし CS ファイナルもそうだったけど、基本もつれるな広島編な。けどなんやかんやこうトップになってね、こうやったぜっていう感じでレギュラーシーズンも CS も終わってるから、日本シリーズも日本一になって終わりたいですね。まずは勝ちたい。はい、コメント読んできます。大阪桐蔭負けちゃったみたいですね。なんかヤフーニュースでも見ましたけども、強かったんでしょう。まあなかなかね難しいところですよね、一発勝負の難しさだよね。ウォーカーの守備の動画見た後寝たら、ウォーカーとトイレ掃除してる夢見て草というか、寝る前にそういう動画見るんだねなんかそっちの方がなんかいいなと俺は思ったよ。今回のペナントシリーズサムネ大半にマクブルームくん採用されてるの草、気に入っちゃってね。うん、なんだろう、まあ俺の中ではやっぱ秋山選手だったのよ。やっぱ始める前はもう主人公よ。だからマクブルームくんはこう脇役みたいな、なんだろうね、こう大の大冒険のポップみたいな感じ、もう主役食うみたいな。独立リーグ、1000円ちょっとで完全自由席でした。1000円ちょっとでいけるんだ、いいねいいね、すごくいいね。でプロ野球だと外野席2、3倍ぐらい、まあ、席によって前行くところ、1000円ちょっといいな、これはいいわ。次の企画次回予告なし、好きだから作ってほしいけどないですね、ごめんなさい、残念ない。マノッチチャンネルの更新の予定はありますか？ないですね、残念。マノッチ文化祭でバンドとかやった？ないですね、残念。マノッチさん J リーグで好きなチームありますか？あります。まあ今はね、まあサッカーが離れてるっていうのもあるし、もう全然分かってないんですけど、まあ一応地元だからコンサドーレ応援してるぐらいで、コンサができる前は俺はマリノスファンでした。概要欄シェアハウスでもしたいのかな。この時の概要欄が、俺の理想は女性と2人で、女性2人と暮らすこと、3人暮らしみたいなこと書いたんですけど、あの一夫多妻制の AV を見たんだね。それでよーし、やってっか、頑張りましょう、勝つよ。今日大瀬良選手、はい、ここだな、末金くん出したいんだよな、出すか。こんな感じかな、こんな感じで。はい、よし頑張ろう。まあちなみにもう次の企画自体撮影はもう済んでおります。シャープ1、2は済んでるかな。果たして今日日本一が決まるのでしょうか。広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークス、日本シリーズ。できれば明日の動画を最終回にしたいな。カープの先発は目覚めたボーイ大瀬良、対するホークスの先発は左の大関、この両投手の投げ合いです。マウンド上は目覚めたボーイ大瀬良。まずは1回の表、トップバッターは三森、内角からいこう。第4球をプレイボール打ちました。1、2塁間への当たり、マクブルーム掴んだ。いいよ、取ってアウト。これでランナーはありません。流し打ち、あーこれはまあしゃないね。ヒットガルビス、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、37キロ直球、空振り三振。バッターは4番柳田、第3球を打った、流し打ち、内野ゴロ、一塁送球、はい、スリーアウトチェンジ、一塁ランナー。さあ点取っていきましょう。マウンドに上がります。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。バッターは夜の走り屋野間、直球、いいね。先頭バッターしっかりと見極めました。第9、野間走った、外れた、キャッチャー二塁へ、盗塁成功、ランナーが二塁。絶対ものにするぞ、ここホークス。ここは引っ張りに警戒します。二塁ランナー三塁、あ、ある、セーフ、ある、一塁送球、オッケー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 、でかい、これはでかい。スクイズやらんぞ、
さあマクブルーム君、第3球を投げました。打ったサード左への打球、点取れんのか点取れないか。投げました、カーブ、空振り三振。バッターは6番上林。まあ西川選手、マクブルーム君、まあここら辺で小園ボールを掴んだ、一塁へ送る。まあね、まあ、どんな形でも1点は取れるかなとは思ったんですけどね。全然足は経過しなかった。まずい、ずっしりくるな。バッターはピッチャー大関、次は4球目、内角、空振り三振。2回の裏、いや大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいける。この回の先頭バッターは小園、投げた、初球を打ちました、ボールはレフトへ飛んでいきました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番聖火で、第3球をスタメン球を答えてくれ。投げた、打ちました、ピッチャーライナーは正面、これで2アウト、ランナーありません。第1球ホームラン打ったっていいぞ。打ちました、あっと引っ掛けた、あっと欲しい、おっしゃ、スリーアウトチェンジ。うまいね、上手だね。ホークス、この回は打順よく1番からの攻撃。さあもう失点はしたくないよ。バッターボックスはファーストゴロに倒れ、初球を打った、菊池取った、一塁送球、記録はヒット。なんだ取り気か。今日2度目のバッターボックス、三振、キャッチャー二塁へ送、これは悠々セーフ、盗塁を許します。さあさあ5球目ストレート見送って、これはもうしょうがないな。ええー、でもい。さあ、5球は5球目。内角ボール球打った。レフト線ぐーっと打球上がっていきますが、掴みました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。まああとは一発使われないこと。栗原、投球これから4球目。打ちました。よし。セカンド、これは守備範囲内。アウト。まあさほど頼りにはならない一発だけどな。やっぱ攻撃に使いたいな、こういう試合はな。負けてるときは。大瀬良、投げた、打ちました。今宮ボールを取る、一塁送球、惜しいね。大瀬良、いい当たりでしたがショートゴロに。野間君出よ、これでよ、ありません。投げた、来た、あ入んない、どうだ微妙、打球はそのまま伸びて惜しい惜しいな。ナイバッチナイバッチナイバッチ、ツーベースヒット、カープ同点のチャンスを迎えます。バッターは2番菊池、カープ一打同点のチャンス、高めボール球打った、ボテボテの当たりは。さああとは西川選手ヒット1本、なおもチャンスが続いています。バッターは3番西川、か一打同点の面白いから打った、センター方向にも惜しいな。これで3アウトチェンジ。さあリカーと今日野間くんいいですよ。トップバッターは上林、一番バッターがね調子いいとだいぶね得点の匂いはしますよ。ライトへの打球、野間余裕があります、取りました、これでワンアウト、ランナーありません。バッター、鉄壁の男、甲斐、第4球を投げました、変化球、空振り三振。バッター、はい、守備の名手、今宮。いやー、なんとかな、勝ちたいな、最終回やだなまだ見てないんだよ、俺はマクブルーム君のもうこれだっていう活躍を。バッターは本場のペテン師、152キロ直球、2つがよくねえかな、本場のペテン師。坂倉、最初のバッターボックスはさ、変化球、空振り三振。悪口だもんそれが良くないかもしれないな。打ちました、初球打ち、オッケーね、バッチ。小園、ナイスバッティングです。バッターは7番聖火で、はい、最初のバッターボックス、ここで一発か。勝負に出ました、第3球を投げました、打った、ミノル掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。カーホークス、はい、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー大関、スプリット1点か、いやなんとかなりそうな気すんだけどな。ミモリ投げました、打ちました、はい、菊池ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト、バッターは2番、はい、ガルビス、第4球を投
げた151キロ直球、空振り三振、大瀬良。最後は5回の裏、これからカープの攻撃に入ります。バッターは未来の神様、はい、石原。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。見送ってフォアボール。先頭バッターフォアボール。どうする、ダイソー出したところで走れる気がしないな。送るか、まあまあ送るとして、代打ダッシュでも送るか、送れるか、送れるな、送れるわ。第9外角ツーシームは外れてボール。頑張って、なんとかうまいことピシッとピシッと。第2球投げた、ここは送りバント、ファースト取って1塁アウト、1塁アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。カープ同点のチャンスを迎えます。野間くんはそのまま行こう、打てる気にする。投げた、空振り。くっそ、どうする、じゃあ一発行くか、一発行くしかないな。菊池、さあ試合の行方を左右するバッター、勝負に出ます。第3球を投げた、入れ、ボールで打った、入れば逆転だ、入れ、ちょっと届かない、オッケー、まあまあまあ、ナイバッチ。カープ追いつきました、1対1。いいよ、ナイバッチよ。カープな、さあ2アウトランナー2塁という場面で西川、今日は三振、はい、とりあえず同点。5回の試合は後半6回に入ります。先頭バッターはグラシアル、今日は三振とフォアボール。投げた、初球を打ちました、ショートバウンド、はい、菊池うまくさばいています。これでワンアウト。菊池選手頼りになりますな。柳田、今日はサードゴロとレフトフライ。投げました、打ちました、ボールはレフトへ飛んでいきます。掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはこれ栗原、今日は三振とセカンドゴロ、はい、打った、打球はショート後方、小園下がっていった、余裕があります。取りました、これで3。次誰から、マクブルーム君、はい、後半大関降板。6回の裏、もう一発ぶちかまし、攻撃に入ります。バッターは本番のペテン、初球を打った、グラシア、取りました。あと1打席ぐらいかい、回ってくんの。ミスター壁、坂倉、今日はサードゴロと三振、高めボール球打った、打球はセンターへ、センター、惜しい、スライディングキャッチ、ファインプレー。これで2アウト、ランナーありません。先ほどバッターは6番小園、第4球を投げました、打ちました、ナイバーチ。小園、いいバッティングを見せた。右バッターボックスは聖火で、今日はピッチャーライナーとセカンドゴロ、打ちました、ナバーチ。センターからサードへ、一発は溜まってねえな。ナイスバッティングです。バッターは代打石原、今日はサードゴロとフォアボール。うん、代打、はい、杉谷。2アウトランナー一塁二塁となりまして、林、カープ一打勝ち越しのチャンス。はい、第9投げました、初球から打ってった、1、2、うわ惜しい、どんまいどんまいどんまい。あー、そのままサードいけるか、変えるつもりでいたんだけどな。そのままサードいきますか、はい、さあここは守備を変えてくる。ピンチヒッターは渡辺、ほい、第4球を投げました、打った、菊池ボールを掴んだ、一塁送球、はい、危ない、一塁はアウト。バッター、あんまりね好きではないね、こうバッテリーでキャッチャーだけ変わるっつうのはな。投げました、変化球、まあなんとかなるだろう。高めの変化球でスイングアウトを取りました、投げた、よし、坂倉落下点に入った、オッケー、スリーアウトチェンジ。加山降板、7回の裏、カープ代打、お疲れさん、大瀬良、代打は田中、チャンスメイク。さあ4球目、打って出る、来た、破った、うまい、ナイバッチ。田中、いいバッティング。打順は1番に帰って、野間、第9球、あーっとショーフライになった、ボールを取る、これはしょうがないが、どうする、ここで走るの焦ってるか、焦ってる感じつかな、いや行こう、走ろう、チャンスを作る、よし、オッケー、どうする、一発か、いや、いける気しない、一発はいける気しない。あ、向こうが使ってきた、もうこれはなんか良かったんじゃないか、
ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置で流し打ち、どうだ、惜しい惜しい、ファースト右へのライナー、これで2アウト、ランナーは2塁変わります、打てる打てる、投げた、打ちました、初球打ち、ショート左、一生懸命走れば分かんないよ、アウト、スリーアウト、チャンスを作ってマクブルーム君だったんだけどな、理想は。どうする、サード行く、いや、いや、はい、大瀬良降板、バッターは代打松田、はい、第9投げた、おっとこれはさせん、デッドボール、打順はトップに帰って、いやなんだバントあるな、3打数1安打、第3球なかった、インロー空振り三振、最後は150キロストレート、バッターは2番ガルビス、今日はストライク、見逃し三振、バッターは3番グラシア、第4球を投げた、はいね、ピッチお疲れさん、最後は伸びのあるストレート、8回の表がタウラ交番、マクブルーム君ここしかないよマジで、バッターは本番のペテン師マクブルーム、空振り三振、低めの変化球にやられました、マクブルーム君、次は4球目投げた、見逃し三振、バッターは6番小園、はい、さあ5球は5球目打ちました、ボールはライナーでライトが掴んで、これで3アウトになります、はい、カープ、さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは柳田、カープ、このバッターはこの塁に出したくない、ターリー、コーブ、よし、第3球は打ちました、ピッチャー、うわー抜けた、まあシングルで済んだと考えよう、左バッターボックスは栗原、これが4度目のバッターボックス、三振、二塁送球は、あでかいね、いいね、盗塁を阻止しました、投げました、打った、ショートの左、小園取った、一塁送球、間に合わない、一塁はセーフ、うん、記録はヒットになりました、ホーク、バッターは7番甲斐、走るなら走る、3打席連続三振、ランナースタートを切った、よし、9回の表が終わった、ランナー出たら一発は使うわ、延長になったら別だけど、また話変わってくるけど、とりあえずこの回はいきなり一発使ってはいホームランとかってのちょっとやめるね、今日は楽しいピッチングを見せてくれるのか、第2球投げました、落ちるんじゃない、レフト前に惜しいね、これでワンアウトランナーはありません、バッターは8番林、はい、第3球を投げました、おっとデッドボール、これはデッドボール、ダイソー、ちょっと守備で取っときたいな、送りバント成功したら、まあてか送りバントじゃなくてもいいのか、秋山選手だぞ、普通に打たせよ、ピンチヒッターは秋山、第9投げました、初球を打ちました、左中間へのフライですが取りました、ランナー一塁に戻ります、これで2アウト、ランナーこれ野間くんチャンスにしてくれれば俺は菊池選手に一発いくよ、第9初球を打った、ショート右へのゴロ、今宮2塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、栗林、ゲームは延長に入ります、はい、バッター守備の名手今宮、はい、高め空振り三振、最後は147キロストレート、打ちました、ボテボテのファーストゴロ、はい、矢崎取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません、投げました、はい、空振り三振、タウト、最後は伸びのあるストレート、矢崎、ごめん、ランナーいるいない関係なく俺マクブルーム君に一発100使うわ、モイネロコか、この回は2番からの好打順、バッターは守備で見せるバット菊池か、ここは何としてもレイク、よし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 、もうこれは完璧じゃない、もうまずここ次送りでしょ、送りバンでしょ、バッターは3番西川、今日はここまで4打数ノーヒット、初球から送ってきました、ピッチャー正面に転がった、いやもう完璧すぎないこれ、ポジションにランナーを送ってきました、さあここで監督は正面に転がった、さよなら打ってこい、さあここで勝負、レベルは負けてね、第3球を投げた、アウトコース、何してんのマジで、マジ何してんの、さあ次の投球打ちました、破った、バックホーム、前
間に合うかどうか。はい、サヨナラ勝ち。なんだろうな。勝ててよかったね。勝ててよかったわ。まあまあ、てかあれだからな、サヨナラホームラン、はい、優勝とならないからな、ここで打ってもな。本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。だからまあ明日ですよ、明日こういうシーンがあれば打ってたはずだ。はい、明日優勝しましょう。おーっと、調子が悪い。ここに来てアンダーソン君先発いくか。アドゥア君もいまいち。アンダーソン君いくか。行くか。もう調子いい選手だよな、やっぱな。野手陣は問題ないかな。ここかな。まあこんなもんか。はい、では、終わりましょう。明日が最終回です。引き分けにならなければな、最終回です。はい、では、終わり、さよなら。Oh, God.